岸和田駅は大阪府岸和田市宮本町にある南海電気鉄道南海方位線の駅。駅番号は NK24、ラピートアルファーを除き全列車が停車する。日中は特急、サザン、ラピートベータと普通がそれぞれ環急接続する。平日朝ラッシュ時にはラピートベータに追い抜かれる急行も存在する。岸和田市の中心駅。鉄道省課題募集。 作詞58番の歌詞にて、当駅が登場する。ホームコンコースにある残尻のステンドグラス対比設備を備えた、島式2面4線のホームを持つ、高架駅である。ホーム自体は10両編成分あるが、現在の停車列車は8両編成以下である。このため、和歌山市寄り2両分は、作で仕切られており、立ち入りできない。列車の出発時には、 全列車に対して出発時期合図が明動する。現在の駅舎は3代目。先代は昭和初期に建てられたもので半円形のステンドグラスが特徴的な洋風の駅舎だったが現役舎にも2代目駅舎をイメージしたステンドグラスや半円形のガラス窓などが施されている。1階に改札、2階にホームがある。改札口は 中央口と和歌山市駅寄りの南口があり、両口とも団体専用口を備えている。1.4番線が対比線で2.3番線が本線となっている。中央口に改札とホームを結ぶエスカレーターエレベーター、南口に同じくエスカレーターが設置される。当駅には駅長が配置され、春木駅に四季の浜駅の各駅を管轄している。3階と4階及び屋上は、 都市計画駐車場となっている。駐車場の出入り口は、駅西側3階にあり、スロープで、南場駅側から入り、和歌山市駅側へ出る。駐車場各階と、駅西側1階を結ぶエレベーターが設置される。2019年時の1日平均乗降人員は23,577人で、南海の駅では、中本駅に次いで14位である。近年の1日平均乗降、 乗車人員は、下表の通り。中央口は、東出口と西出口に分かれ、東出口にバスタクシーターミナルがある。東出口から約900メートルで、国道26号に、西出口から約800メートルで、大阪臨海線に至る。西出口から西伸ばする五軒幅の道路は、昭和台通と呼ばれ、岸和田観館ベイサイドモールに至るまで商店街となっている。 南口も中央口同様東西に分かれるが、出口の区別はない。ただし、校内図等で南出口と表記されることがある。南口は市役所や旧市街地への最寄り口となる。岸和田駅前通り商店街南海ウィングバス南部、岸和田駅前停留所。ありがとうございます。